ここでね、昨日とか一昨日来ていただいた方は、ご覧になったことがある方もいると思うんですけど、僕の隣に可愛らしいもう一人のスタッフがいたりしたことがありましたよね。今日その時間が今でございます。キッズスタッフっていうのをですね、一昨日からちょっと実験的にやってまして、我々海外の方々ね、と一緒に実は午前中のうちに例えば幼稚園とか保育園とか、老健施設であるとかね、いろんなところに出張演奏に行ったりしています。で、逆にね、そういうところの人たちが、元町公園まで来てくれるにはどうすればいいかなというのを考えたときに、例えばその、子どもたちにね、何かこう仕事として来てもらったらどうかな、でそれが、そのままね、未来のスタッフにつながってくれたら、今006回目ですけども、999回までやるにあたってどんどんね、世代がつながっていくかななんていう目論みもありまして、考えてみました。キッズスタッフ、本日はキッズスタッフ、昨日も一昨日も登場、すっかりおなじみ、おそらく、皆さんの大きな拍手にも動じないで喋ってくれるんじゃないかなと思います。ご紹介しましょう。キッズスタッフの方どうぞ。レンさん、かわいい。かわいいね。はい、じゃあお名前教えてください。はい、私の名前は板坂レンです。何年生ですか？4年生です。はい、拍手ありがとうございます。ここでね、いつもね、リハーサルにない質問をしてこぼらせるんで今日はやめますさっきね、好きなアイドルはとか聞いたんですけどね、かたくなに教えてくれないですよね。ねえ、なので今度また別な機会にこっそり教えてもらいます。さあ、次にご紹介いたしますのは、タイからアブソリュートリータイというグループなんですけども、レンちゃん、タイというのはこれはどんな国になりますか？はい、熱帯性の気候で今の時期は雨季なので、スコールもあったりと温度が高くなります。ねえ、函館はね、これでも我々こう今日やっと涼しいけど、なんか昨日までね、じめじめしめしめしたなと思ったけど、タイは多分そんなことは全然ないんでしょうね。で、レンちゃんは、タイのメンバーとはそれこそ衣装も借りられちゃうくらい仲良しさんのようですけども、彼らはどんな方々ですか？はい、明るくてすごい優しい人たちです。実はね、タイの方々が宿泊しているところに早朝から行ってね、いろんなね、食事とかのお手伝いをしてもらってるんですよ。初日からずっとレンちゃんにはね。さあ、じゃあレンちゃん、早速皆さんを紹介いたしましょうか。アブソリュートリータイの皆さんです。盛大な拍手でお迎えください。Thank you.
3曲ありましてですね、合間に喋ってくれと今やべそうだよっていきなりちょっと出てきましたけどね。でもね、マンツナのほとんどあれはですね、かなりねすぐにあの準備できるかとかって本当ねテキパキとしてましてですね、一応今の1曲目は、ね、マノラという曲で、ちょっと不思議な半分は鳥半分は女性というね、人間をテーマにしたタイの南部の曲だそうです。はい、2曲目は3つの古い時代のタイのダンスのコンビネーションを楽しんでいただきます。
通りでした。なんかね、タイとかインドネシアとかにも共通しますけど、鮮やかないろんな色が一人のね、衣装の色の中にあって、すごいな、目の覚めるような感じです。3つ目、次はですね、4つの地域のダンスというものをご覧いただきます。まだ時間がかかるかな。衣装に身をまとう前はもう13歳から18歳くらいの、中高生というくらいのね、日本の年齢ですけども、やっぱりね、朝とかからもうガールズトーク華々しいんだそうですね。それでメイクして衣装着て、で全部メイクと衣装が終わるとガラッと今の雰囲気に変わるんですね。もうそばにいる人がもう別人って思うくらいね、全くこう身にまとってるこう雰囲気というものは変わっちゃうそうですね。ステージに立つ人ということなんでしょうかね。さあ準備ができました。4つの地域のダンスをご覧いただきます。